その時に言ったことが、憲法を守れ、ルールを守れ、そんな当たり前のことを高校生から国会議員に言わせないでください。そういうことです。それから1年経ちました。安倍さん、ルール破りまくってますよね。なんでもう一回言わなくちゃいけないんですか。1年前に一回言ったんですよ、僕ここで。やっぱりあなたに政権任せておくことできないんですよ。森友学園もそうなんですけど。だから子供の送り迎えは私の両親か、働いている両親の都合がつかないときは私が年休を取っています。長時間労働の夫が送り迎えをしたことはこの1年間で4回しかありません。私は1年間で子供の送り迎えで年休30時間使いました。